以前から気になっていた本、パンを欲すると書いてパン欲。人間には三大欲求の他に、パンを食べたくてたまらなくなるパン欲が本質的に備わっていると歌ったこの本、私は深く共感しました。はぁ、いろんなパンが食べたいなぁ。花澤香菜の一人でできるかな。皆さんこんばんは、花澤香菜です。知ってる？パン欲知らない？知らないんですか？三大欲求は知ってますか？なんだっけ、睡眠欲、食欲、性欲、この他に。その三大欲求の他にあるんですよ、パン欲っていうやつが。坂本さんにも備わってるはずだよ、あのなんか呼び出されてないだけで。パン欲、私とかと一緒に話してたらきっとなんかもうパン欲がふわーって出てくる時が来るよ。待ってて、楽しみに待ってて。そう、この本ですね、あの本当にパン欲っていう本なんですけど、あの前私がそのパンにここまでハマるきっかけになったプレミアムっていう雑誌に載ってたんですよ、こういう本があるよっていうのが。で、あの探し求めてたんですけど、ずっと大きい本屋さんで見つけて、これですね、あの作者の池田さんがこの日本全国のパンの聖地を、そう、聖地あるんですよ、パンに。もうパンのその歴史とかからもう結構日本のパンの歴史っていうか、あのなんだろうな、国産の小麦でパンを作れないかってこう考えた人たちのその歴史みたいのがすごい書いてあって、最初に、そう、でも北海道から沖縄までもうパン通には主要と思われるパン屋さんに行きまくるわけですよ。でこの方はこのパンの旅が終わるまでパン以外食べれないのっていう足かせを自分につけて行ったわけですよ。もうその情熱がすごくて、でやっぱパンの描写がね、多分もうあのやっぱパンしか食べてないからさ、この期間すごい美味しそうなの、もうこれでもかってぐらいよだれが出るぐらい、もうなんかあのなんですけど、描写がぜひ、あのパン好き、特別好きじゃない方もこれ読んだらパンにありがたみを感じると思う。でちょっと国産の小麦のパンを食べてみたいなって思うかも。うん、貸しますよこれ。いいって、絶対いいよ、あの2週間ぐらい待ってるからさ。もう結構読んでたから。え、読んだ。そう、もうそのパン屋さんのあの職人の方の意気込みとかも全部こうインタビューされてるんですよ。そう、すごいね、やっぱ極めると皆さんかっこいいですよね。そう、で私ね、私のパン欲ってどこに存在するんだろうなって思うんですけど、一番ねパン屋さんに行きたいって思うのが、そう、パンを食べたいっていうよりパン屋さんに行きたいなんだよね、私。夜中に思う、明日どこのパン屋さんに行こう、そう、なんか明日朝あそこの収録現場だから、じゃああそこから行きやすいパン屋さんでとか、そう、だから朝が多いですね、うん、あのパン屋によるのは。で夜中どこのパン屋に行こうかって考えるのがすごい楽しい。それが私のパン欲。いいね。それが私のパン欲っていう歌を出せそうだよ、私。はい。
ということで、熱い思いを語ってしまいました。花澤香菜の一人でできるかな、スタートしちゃっていいのかな。